Thank you.
サークル6日日曜日どうなることかと思ったけど、誠さんのおかげでみんなに声かけしてくれてありがとう。いやいいですね、みんなが集まってきてこうやって。でドラムサークルは ご存知のことだと思うけど、今更って感じだけど何でもやっていいの、みんなのリズムです。正解もなし、間違いもなし、ちっちゃな子が大太鼓やってたってよしそうね、豆油が入ってた入れ物だってすごいいいベースドラムになるしね。これはサラダを作ってたやつもとってもいい味出してるし、ほんとみんな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 が違ってそれでいいっていう、あのコミュニティドラムサークルですが、私さっきね思ったんだけど、あのこれってほら即興性の音楽プログラムでしょ。で私結構即興的に考える癖がもうついてて長年にそれでなんかみんなでおたけびをマサイさんに習っておたけびをやるといいんじゃないかなと思う、さっき思ったんですけど、皆さんどうでしょう。いい、それで昨日ね、あの三宅洋平の犬式見てて、洋平ってすごくなんかストレートに物言うじゃない。でいろんなこと言ったけど、まあ、政治のこととかも言ったけど、でもやっぱりこの双葉軍で今これをやってるっていうのは、私たちはその社会の最前線にいるっていうことを言ってたよね。覚えてる？で私と娘は香港から来たんで、皆さんがこう1年とか2年とかもっとかかってかかって、そうやってなんかプロセスしたそういう思考をあの1日でやってきたんですなんか行っても安全とかさ、ほら海外だから情報が限られてるから分かんないじゃない。でこの辺だったらゼロポイントなんだけど、チベットになんかね行ってでテント張っていいのかとかさ、いろいろなんか考えちゃって、でもまあ、 あの調べたら安全だということだったので、あの来てこれをやっていますけど、でもやっぱり傭兵が言うようにそういうことなんだよ。やっぱり悲しいことが起こった土地なんですよね。でみんなあの浮かれて、ね、音楽に乗ってやってるけど、そこをなんか気がつけよとか、気がつけよってなんか傭兵に言われて、あそうなんだって私も思って、あのこの本祭りのオープニングをドラムサークルにさせていただき、そして一昨日だけね、あの太鼓と精霊の儀式をねみんなでやらせてもらって、そして今ドラムサークルがあるわけですけど、やっぱりねミュージシャンとして私いろんなとこ行くんですけど、やっぱりその土地をなんていうのかな、音で癒したいって言ったらちょっとなんていうの、私のエゴみたいに聞こえるけど、でもやっぱり音ってそういうことだと思うから、そしてドラムサークルのこうやってみんなでやってる音っていうのはね、この土地の霊とかそういうのがすごく喜んでると思うので、じゃあみんなであの3本締めじゃないけど3本おたけびやってみますね。じゃあ皆さんドラムロール。命で、あのここの人たちが、この目で見ない見えない私たちには見えない人たちが喜んでいると思います。そしてねこれもさっきすごい即興的にポーンってきたんで、私全部覚えてるか分かんないんだけど、私 あの海外に出てしまってそれから戻っていない私の日本のフェイバリットソングの一つなんだけど、坂本九の上を向いて歩こう。知ってる人知ってるよねみんな。じゃ あの私のボリュームを梅さん落としてもらちょっと落としてもらって、みんなと一緒に歌いたいです。それじゃあ私が間違えたら適当に。
歌でね、本当のやつを。そしてこれはね、やっぱり悲しい事故が起きてしまったこの土地で、みんながここに集まり上を向いて歩いていく、それしかないですよね。この曲では一人ぼっちだけど、みんながいるこの夜、まあ夜じゃないけどさ、みんながいるこの祭りで、この歌がここで、ね、こういう時にこういう祭りとして歌えて、私は本当に光栄でございます。日本の歌はいいよね、やっぱりね。あと何が好き、みんな、なんか自分のお気に入りの曲でみんなが知ってるのあるの？カントリーロー、それはって日本の歌じゃないっていいけどさ、でも敵国のなんて、そんなことないよそれは大昔の話。あと何がある？え、あ、トトロのやつ。トトロの何？隣の歩こう散歩散歩。みんな歌えるの？歌える。なんとなく、え、歩こう、私の元気、歩くの大好き、撮ってる草
私また即興的にね、私ねこういう頭をしててね、即興的にまた考えたんだけど、どこだったかな、さっき紙があったんだけど、紙なかった？なんか歌詞が書いてある紙がこの辺に。あ、本部に行っちゃったの？そう、ちょっと待っててね、本部さん、本部さん、皮膚の歌が、そしてあと私もまたもう一回言いますけど、海外から来た、香港から来たミュージシャンとしてここに残していきたいっていうか、こう繋いでるね、繋がってる祭りなので、ゆきさんがね、やっぱりほら来年のことどうしようかなとかってそういうの話してた時に、コミューセだから、じゃあなんか寄付を募ればいいんじゃないって言って、やっぱ金銭的な部分があるんでね、チケットがねもうちょっとね高かったらいいんだけど、でも高くしたくないんだって。だから、あ、じゃあ来年はなんか規模を小さくしながら、そういうことを考えてるので、じゃあなんか寄付なんていうの、カンパ箱を作って、で私が寄付の歌を歌えばいいんじゃないかっていうことで。でね、ドレミの歌知ってますか？それの替え歌、なんかみんなで歌える感じで、あ、来ました。あ、よかったよかった、そんなところまで行ってたのか。あ、そうですね、ありがとう。ありがとう、どうもありがとう。寄付の歌をね、替え歌ですけど作りました。どうはドネーションのド。レは連帯感のレ。もうみんなでサポートしよう、ファミリーフェスティバル、そうだそうしよう。来年に続く、あら、ありがとう、ほら来た来た来た、来年に続く幸せのため、なんだっけ、さあ寄付しようっていうの覚えた？じゃあドはレは みんなでサポートしよう、ファミリーフェスティバル、そうだそうしよう。来年に続く幸せのためさあ寄付しよう。でこれをこのバック、ドラムサークルの力で歌ってですね、こうちょっとプロモーションしてサポートしたいと思います。いいですか？もう一つジャンベあるよ、誰か叩きたい人いたら叩きますか？ご自由にどうぞ。1、2、3、4、ドはドネーションのド、は連帯感のレ、そうだそうだ、みんなでサポートしよう、ファミリーフェスティバル、そうだそうだそうしよう、来年に続く幸せのためさあ寄付しよう、本部にもあるんで、みんながねなんか1000円ずつとか入れてくれたらもうすごいお金になるよね。ね、そんな感じなの。ちょっと
バク、あ、なんだっけ、満月祭の、ね、実行委員の方をちょっと励ましてあげたいなと思っています。そんな感じ。あとはね、みんなで今やってるでしょ。でみんなのこう楽器の声を一つずつ聞いてみませんか。じゃあここからスタートしようかな。じゃあ一発ドン、で次の人にパス。はい、おお、一人一回、はいはい、おお、え、ここに入ります。じゃあもう一回、もう一回、今度はねもうちょっと早く、なんかみんなで一発だけやってるんだけど、それを集めるとなんかこう音程のある曲になるっていう感じで、あの叩くだけじゃなくて耳を大きく上げて、あの聞いてください。じゃあ行きましょう。ね、お皿だって何だって音になるし、それでもうちょっとね、なんかみんなの、せっかくやってんだから、みんなのこの団結力っていうのをひしひしと感じたいと思いませんか。じゃあほら、なんか電車の中とかでさ、知らない人だとなんかさ、やってとかって、え、僕、私みたいな、なんかそういう躊躇があるでしょ。でもここではもう躊躇一切なしにして、あのめちゃ早く行きます。どれぐらい早く行けるけどね、なんかタイム、あれでタイムウォッチで測定してみたいけど、あのここはもう解決したの。どんな順番になるか。 OKOK。 そことね、ここがめちゃ早いんだよ。なんか連帯感がもうすでに確立されています。ここいいの、いいの、大丈夫、そこも大丈夫ですか。入ってください、入ってください、まだ間に合うよ。ジグザグが、そうなの、行っちゃうよ。じゃあ、じゃあ行きます。せーの、あ、もう一回、今躊躇しただろう。そう、確かに、あ、こっちで座ったら真ん中。じゃあ、はい、じゃあおばちゃんがね、こうやってこうやってこうやって、はい、じゃあ行きます。すごい早くね、みんな、みんなもうこうやって構えてた方がいいよ。はい、次のレベルに上げたい。じゃあ次のレベルに行きます。次のレベルは今こうやってウルルルってやってるでしょ。ウルルルってやってて、私が時々反対って言ったら反対方向ね。でも反対ってなんかあんまり言いたくないね、なんかその反対っていう言葉。あ、チェンジにしようか、変化ね、変化にしよう、反対じゃなくてね。やっぱりほら、昨日陽平も言ってたけどさ、戦争に反対するんじゃないんだよね。ここで平和を作るね、あの癌を撲滅するんじゃなくて健康を作る。
ね、そういう感じですよね。じゃあ変化にする。ありがとう。じゃあいい？じゃあこっからね。じゃあ時々私が変化って言ったら、変化に柔軟に対応してチームワークでどんどん行きましょう。じゃあ行きます。せーの、ほっ。
して今年の満月祭は皆さんご存知ように国際的です。あの香港からこういう人も来たし、台湾からこういう人も来た。じゃあ台湾のチューマン、Thank you.
いいねいいね。いや私はねこういうのを香港と香港のいろんな外のアジアとかアメリカとかいろんなところに行ってこういうのやらせてもらってるんだけど、やる人はね結構毎回違うの。なんか学校さんに行ってることもあれば幼稚園に呼ばれることもあるし、あと大学、あとは企業のチーム作りに呼ばれたりとか、あとは知的障害者のところに行って やったりとかするし、あとはね転換のなんかそういうイベントとか、いろんな本当いろんなところに行ってやらせてもらうんで、もう年齢も国籍も問わず本当リズムっていいですね。こうやってみんなを一つにして、そしてみんな微笑んでるよ、いい顔で、ね、それで今の彼がねやってくれてると思ったんだけど、私これ今年からこれを教えることにした のこうやってどうやってファシリテーションするか、すごい簡単に見えるけど割と奥の深いもので、そんな機会があったら香港まで遊びに来て私と一緒に何か やりませんか。太鼓の世界に入った時にリズムのルーツはアフリカにあるって聞いたんですよ。それを聞いた時にアフリカなんかこだまするようなものがあって、私のこの冒険の魂のそれがバッて芽生えちゃって、ね、いろんなソロ の旅をいろいろアフリカにしたんですけど、そんな中でねみんなと一緒にこうやって飯食って、みんなと一緒にこう寝て、なんか女部屋とか男部屋とかがあって、みんなで一緒に寝て、なんかそういうのをやってて、こうなんていうのか、肌で感じるこのリズムのね尊さ、リズムの大切さ、そしてみんなが集まってこうやって作り出すこの価値がね素晴らしいなと思うんですけど、そんな中で、学んだ歌の一つに、ギニアで、これはガーナかな、ガーナで学んだんだけど、レベレベっていうのがあります。私がレベレベって言ったらヘイって答えてください。レベ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 ヘイレベレッテ、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 そしてね、ヘイをやるときはなんかね、こうヘイってやると、なんか皆さんのパワーが増大します。レベレッテ、レベレッテ。レベレッテ、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 レベレッテ。そして私が今度「チョーチョーラーレ」って歌ったら、みんなが「おー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 サーマチュサーマ」、これは、ガーナは英語圏だったのね、イギリスが、まあ、植民地化したところで英語なんだけど、サーマ夏、夏から夏へ、おーおーおおサーマーとサーマー、だから今も夏でしょ、だから夏から次の夏へつなげていくこの喜び、サーマーとサーマー、ワンサーマーとネクストサーマー、そしてまた来年みんなでここで一緒に会いたいねっていう気持ちも入れて、じゃあチョーチョラレ、おー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 サーマー、チョーチョラレ、おーおーおーサーマー、チョーチョラレ、旅をしてるでしょ、チョチョラレ、チョ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 ラレ、おーおーおーサマチュサマ、チョチョラレ、おーおーサマチュサマ、レベレベ、レベレベ、ヤー、レベレベ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 、チョチョラレ、ヤー、チョチョラレ。チャ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 ラレ、チャチャラレ、じゃあこれを手拍子を自分の楽器に変えましょう。いい？せーの、1、2、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
なので、また人がちょっと増えたようなので、これをおさらいして終わりにしようかなと思うんだけど、いい？どうは？目は？じゃあみんなで行きましょう。ドン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 、一緒の、バク原人村ドラムサークルでした。皆さんどうもありがとう。じゃあお片付けの歌をでもいきましょうか。片付ける歌チェルランパンダルチェルランチェルラン
さんつながってください。私インスタグラムではクミドラムジャム、クミと言います、クミドラムジャム、フェイスブックではクミマスナガ、そして、ウェブサイトもあってドラムジャムとドラムハイフンジャム .com です。どうぞまたつながってください、ね、つながっていこうね。来年に続く幸せのため。じゃあ、あとここ20分でクリアにしますので、はい、お片付けお願いします。これはね、なんかね、場所が分かんないなと思ったら、はい。